ちです。今日のテーマは、はい、サーブのレベルをワンランク上げろ。塾生の皆さん、サーブの練習ってどれくらい時間取ってますか？うちのこっちどれくらい取る？現役の時はサーブだけで多分 2,30 分ぐらいやってました。あと結構ちゃんとやってます、ね、1日、はい。僕は高校の時とか、はい、高田商業さんに、はい、遠征で行ったこととかあるんですけど、日本一だ。そうそうそう。で、高田商業ってサーブレシーブめちゃ強いじゃないですか。その練習行って分かったんですけど、高田商業さんの練習って一番最初サーブぐらいなんですよ。あ、もう最初は。そう、練習の最初サーブ練習、はい、で30分とか1時間ぐらいだったんですよ。すげえ。それで、あ、なるほどなっていう意味が、うまい理由が分かる。なんか普通サーブ練習って一番最後日が暮れて、そうそうそう、暗い中で10分やって終わる。そう、10分ぐらいだから重点の置き方がやっぱり真逆なんだ。大事なものはやっぱ一番最初にしっかり持ってきて、しっかり続くんだ。でサーブって唯一自分の好きなタイミングと自分のリズムで打てて、そこが強いっていうのはやっぱり試合の勝てる確率がギュンってこう上がる方法でもあると思うので、今日はその、まあ、体の使い方、サーブが速くなるためにはこういう使い方が必要だよっていうところをやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。皆さん、見て強くなるソフトテニス塾の公式 LINE ご存知でしたでしょうか？公式 LINE があるんですけど、登録していただけると月に1回だけなんですが、無料で相談することができます。まだ登録してなかったよっていう方はですね、ぜひ番組下概要欄で登録先載せてますので、そこから登録して何か悩みなどあればメッセージを送ってください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、それではサーブのレベルですね、ワンランク上げる方法やっていきたいと思います。お願いします。やっぱサーブの、まあ、レベル上げる、スピード上げる方法っていうので大事なのが、やっぱり体重移動を大きく使う。ストロークでもそうなんですけど、体重移動をいかにうまく使ってボールを打てるかっていうのは、スピードを上げるためにすごく重要なことだと思います。で、じゃあ体重移動っていうのはどうやって大きくしていくのかっていうところをやっていきたいと思いますが、コツが2つあります。まず1つ目、左足ありますよ、ね、右利きの人の場合だと考えてるんですけど、左足にしっかりと体重を乗せる、はい、この時ですね。この時にしっかりと左足も、うちのこっちもやってきますけど、左足1本で体を支えているような、これはまず体重移動を大きく使うためのポイント1つ目。次2つ目、2つ目は左側の腰、こっち側の腰を前に出す意識。はい、そうそう、今うちのこっちはちょっとこう腰が前に出てる、そうそうそう、体がちょっとこうくの字になるんですかね。これ結構大事、上手い人ってこの形になってる、ちょっとこうしなったグイーンっていうこういう形に、そうするとここもこうギュンとこう伸びるので、そのパワーを使ってボールを打てるし、体重もしっかり左側に乗りますから体重移動が使えるっていう、この2点ができるかできないかでだいぶ変わってくるので、この2点をちょっと注目してもらって、まず内海コーチにお手本を見せてもらいたいと思います。はい、ちゅんこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、多分映像で見ると横からのアングルが
出てたのが分かりやすかったんですけど、しっかりこうですね、左足ほぼ、まあ右足もちろんついてるんですけど、でも割合的に言うと左足に8とか9ぐらい体重になってて、右足ほんとちょっとついてるかな、1とか2ぐらいなんで、8対2とか9対1くらいの比率で、まあ、左側に乗ってるかなと思います。で、まあ、うちはこちらが上手なのでそれがしっかりできるんですけど、結構よく見かけるのが普通に直立した姿勢、まあ、両足にこう50-50とか5対5ぐらい乗って、はい、打っているケースなんかも、まあ、よく見かけます。そういう打ち方も例えば確率重視でいく場合とかはありだったりしますし、もちろん安定感というか前に行くとそれだけ片足に乗るので筋力的にもバランスをしっかり取らないといけないです。両足の方が、まあ、バランスは取りやすいです。なので安定性を重視する場合はそういうサーブのやり方もいいんですが、ただしっかり前に体重を乗せてスピードを出していきたいという場合は左足側に乗っていく、そしてこの左の腰を前に突き出していくというのがすごく重要な体の姿になると思います。例えば皆さん野球のボール投げるときって多分左足を前に出して投げます。ボール投げてって言ってこのまんま投げる人ってあんまり少ないと思います。まあ、普通にキャッチボールしようぜってなったら、まあ、こうなってて足一回上げると上げて左足を前に踏み込んで投げるじゃないですか。それと全く今言ってることって同じで、左足に体重を乗せる、左足を前に出すことは左足に体重を乗せてボールを投げてるので、なんでボールを投げるの上手い人ってサーブも上手いんですよね。ただボールを投げることとサーブの大きな違いっていうのは、サーブでは左足を前に出して打つってことがないので、サーブの場合は左足はついたままなんだけど左側に体重を乗せてっていってボールを投げていくみたいなイメージですね。なので皆さんスピードをしっかり上げていきたいっていう場合には、今回うちのこちらやってくれたように左足側にしっかり体重を乗せるっていうことと、左のこの骨盤のところを前の方に出して上げるようにしてください。ここが前に出るとこういう体勢、ちょっと弓矢のこうしなったみたいな形になるので、このパワーも使えますし、なのでしっかりとこの動きもできるようにぜひこれはですね練習してみてください。これだけでもだいぶスピードアップにつながるんじゃないかなと思いますので、ぜひ左足に体重を乗せる、左の腰を前に出すという2点を意識してサーブの練習をしてみてください。はい、まあ、今回はその体の使い方のコツなのでちょっとワンポイントでしたけど、まあいろいろ他にも例えば左足に乗っててもトスが後ろとかに行っちゃうと前行けないで打てないと思うので、もちろんそのトスが正確に上げられるとかグリップの持ち方とか、サーブって上げればキリがないくらい多分改善点がいろいろ出るんですけど、人間が一気に意識できるポイントって、まあ、多くて1つか2つって言われてるので、今日はまあワンポイント、左足に体重を乗せると左腰を前に出す、すごくシンプルな体の使い方のコツなので、ちょっとそういうので考えてやってみてもらえればなと思います。はい、最後まで見てくれた塾生の皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。またこんなテーマでやってほしいというリクエストありましたらコメント欄の方にお待ちしております。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。
普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。